森保さん、今日はお疲れ様でした。はい、まず、グループが決まりましたが、はい、強豪チームがいるグループでしたが、はい、まず、受け止めを教えてください。そうですね、ワールドカップに出てくるチームはどこも強豪だというふうに思ってましたし、その中でどこと当たるんだろうというふうにワクワクしながら、抽選会に臨みましたが、ワールドカップでも優勝経験のある、スペインやドイツと、一緒に組になるということ、非常に我々にとっては、世界に挑む、世界に勝っていくという部分での、非常に、いい相手と、はい、戦えるというふうに思っています。ベスト8以上という目標がありますが、はい、今回その、ドイツ強豪チームという同じグループという意気込みをぜひ聞かせてください。今後の、はい、ベスト8以上に、我々は行きたいというところで目標を持っています。その中で、スペイン、ドイツ、そして、ニュージーランドかコスタリカか、というところ、強豪ばかりですけど、そこに勝って我々がまず決勝トーナメントに、駒を進めるという部分では、どこが相手でも、我々の、目標は変わらないので、戦いが楽しみです。一つずつ聞いていきます。まずドイツのチームなんですけど、はい、今現地これからいろいろ分析をされていくと思うんですけど、今時点でドイツのチーム、代表チームどういうふうに見られていて、いらっしゃるのかっていうのは、そうですね、監督が変わって、そしてでも世界的に、非常にクオリティの高い、バイエルン・ミュンヘン、の選手中心に、非常に、強いチームかなというふうに思っています。ここでスペインも強豪ですが、スペインの方はどのように見られてますか？そうですね、スペインも世界のトップトップの、リーグがあって、その中でルイス・エンリケ氏が、スペインのサッカー、を表現する中で、非常にクオリティの高い選手たちで、スペインのサッカーを具現化する選手たちを率いて、素晴らしいサッカーをしている、チームだと思いますので、そこに、挑めるのはすごく楽しみです。こうしたチームにですね、挑んでいくということになるんですけど、はい、今どういうところを今後ですね、重点的にチームを作っていくというところをお考えをぜひ聞かせてください。そうですね、現在のところで言うと、スペインやドイツは我々よりも、FIFA ランクが、上で、ワールドカップの優勝経験もあるチームだというところ、挑むというところは勝つために戦うというところは変わりませんけど、これから分析を進めて、相手を上に見る、のではなくて、我々が戦えるというところ、しっかり自分たちの、ストロングポイントも出して、戦えるように準備したいと思います。すみません、最後に一つだけ、ここドーハというのは監督にとっても特別な場所だとは思うんですけども、今回この地でワールドカップが開かれるということで、選手たちにどういう気持ち、この言葉をかけてですね、どういう思いでこう試合に臨もうというところを聞かせてください。そうですね、私が経験した上でのことは選手たちに伝えることはないと思いますし、我々が、ベスト16の壁を破ってベスト8以上に行くという目標を確認しながら、一戦一戦、相手のことを分析して、自分たちの持てるものを全てぶつけるという部分、これまでやってきた、目の前の一戦に、最善の準備をする、全力を傾けるということをやっていきたいと思います。そして私自身、このドーハで、ドーハの悲劇ということで、ワールドカップの夢を、掴み取れなかった場でありますけど、今回は、監督としてワールドカップに臨んで、ドーハを、ドーハの、歓喜に変えたいと思います。監督どうもありがとうございました。ありがとうございました。